ご視聴ありがとうございます。ゆうチャンネルのゆうです。今日ですね、ずっと前から、欲しいな欲しいなとは思ってきたんですけども、なかなかね、品切れでどこもちょっと売ってなくて、やっとね、売ってるところを見つけて手に入れることができましたので、こちらの商品の開封レビューをしていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。というわけでね、こちらの商品のまず説明を、させていただきたいんですけども、YouTube で、話題のですね、究極の血抜きというね、魚の、血抜き動画を上げている松本さんというね、方がいらっしゃるんですけども、その松本さんと、釣り具を、釣り具というか釣り用品を、出しているそのハピソンさんがコラボして、作ったね、計測マルチハサミという商品になるんですけども、ツモと四季と書かれてるんですが、これ一本でいろんなね用途、に使えることができるということで、かなりね発売当初から品切れ続出してまして、なかなか手に入らなかったんですよ。正直その生産数が少ないのか、その何ていう需要と供給の、バランスが崩壊していて、品薄状態になっているのか、どちらかはちょっと分からないんですけども、どちらにせよね、多分今かなり手に入りにくいんじゃないかなとは思いますね。やっと私も手に入れたんですけども、一応ねちょっとこちらの方、開封していきたいなと思います。はい、ということでね、早速商品の方を、開封したんですけども、この本体とカバーですかね、革製なのかな、がついてますね。ここに、なるほど、こういうふうに入れて歯を隠して、こう刺さったりとかね、危なくないようにという配慮もねされてますね。カバーつけた感じ、結構なんていうんですか、フィッティングはかなりいいんじゃないかなと思うんですよね。あんまりチープな感じはしないですし、あんまりブカブカもしてない、勝手にすっぽ抜けることもないので、これはねかなりいいと思いますよ。こういうのね、これちょっとしたあれいいですよね。で、それが別に取説が一応ついていて、とあとバネ、多分これ予備バネだと思うんですけど、が1個ついてますね。で、一応じゃあ、この商品ね、ちょっと触っていきたいんですけども、一応カタログスペック上では、190g ぐらいっていう重さ、なんですけど、実際の重さも同じなのか、ちょっと一回測ってみましょう。で、重さが177か、だから180ないので、ちょっとカタログスペックよりは、軽いのかなと思うんですよね。これ本体重量なので、カバーも入れてるのかな、ちょっとカバーを。カバー入れても183、そうですね、カタログスペックよりは軽いかなと思いますね。で、じゃあちょっとね開いていきたいんですけど、普段はここが爪みたいになっていて、これを一回握り込んで倒すってことか。そうですね、ここパッと開いちゃうんで、一回ここちゃんと握り込んでから爪を外して、開けるという感じですかね。はい、で握った感じは、はい、いいですね。こうちゃんとこうグリップのところがこう指になじむというか、しっかりこう掴める感じにはなっているので、はい、バネもね適度な反発力で非常にいいと思いますね。で、掴んだ時はロックして、早速ね機能をねちょっと紹介していきたいんですけども、まず1個目の機能が、このハサミで、魚を締める時に、締めピックというものを出すんですけども、ここカチッと開けるとここですねに収納されていて、これを爪で出して起こすと、なんていうんですかね、
ちょっとラッチっぽくなっていて、カチッとこうここで固定されますね。で使う時ここを閉めてロックをかけるのかな、かけてこの状態ってことですよね。するとこう爪がこう出てますんで、つもつさんみたいにこう上手にね閉めることができるんじゃないかと思いますね。ここのグリップをガチッとロックした状態だと、ここのこの爪がもうガチガチにこう動かなくなってるので、かなりこうなんていうんですかね、ちょっとガタガタしない、遊びはあまりないので、こうブレないできっちりこうグッと締められる感じはしますね。そう、この状態だとちょっとこう分かります、カタカタしてるんで、あれね、ここをガチッと締めてロックしたらもうここガチガチですね。僕はね、安定感もかなりあると思います。これいいですね、これ絶対現場で使いたいな。でまあこの刃の形状ですよね、ここがこうちょっとこう細くなってるので、ここでまあ、魚の、エラからですね、まあちょっとこうね、まあ、エラをガッと切って、でちょうどこう骨の下の動脈をこうなんていうんですか、スッとこう分かりますかね、こう入れてシュッと切るという感じですかね。歯自体は歯は結構立ってますね。下は下もでも結構しっかりやっぱ切れると思います。刃物の町、ちょっとここに書いてるんですけど、刃物の町三木でハサミの製造一筋の、道館が、まあ、切れ味の確認を行っているということで、まあちゃんとしたところが確認しているか、刃はね結構立ってる感じします。切れ味はかなりいいと思います、まあ、それでいてこういうね、あのハサミでハサミはハサミなんですけど、こうやっぱこう骨とかヒレとかね、あの危険部位をガチャガチャガチャって切るので、こうあんまりこう刃こぼれがしにくいというかね、そういう感じ、こう持ちは良さそうな感じしますね。はい、これはなかなか切れるし丈夫そうな雰囲気しますね。海で使うものじゃないですか、まあ、鉄とか海水にね、使うとやっぱ錆びるので、ここのこの金属部分っていうのは全部ね、ステンレスでできていて、でなおかつですね、ステンレスのその金属の上に、フッ素加工がねされてます。まあなんていうか、フッ素加工っていうとね、ちょっとあれ分かりにくいかもしれないですけど、イメージとしてはフライパンとかでテフロンってあるじゃないですか、油引かなくても焦げつかないよみたいな、ああいう素材ですよね、まあ、簡潔に言うと。ちょっとまだ微妙に違うんですけど、テフロン加工がされてるような、はい、ちょっとこうツルツルしてる感じと言われて、錆びないしフッ素加工がされているので、まあ、汚れにくいというね。で一応こうボディにもね、究極の血抜きの津本式ということで入ってますね。ハピソン結構好きですけどね、こういうロゴは、はい、私ね、津本さんめちゃくちゃリスペクトしてますんで、はい、あんまりねその動画見てない方とかは分かんないかもしれないんですけど、すごいね魚の愛を感じるんですよね、魚に対する、はい、って感じですかね。まあさっきも重量測ったんですけど 177g ぐらいなので、なんでですかね、意外に持った感じ、まあ、ずっしりこういい感じ、重すぎず、まあ、軽すぎないというか、こうしっかりこう重厚感もあって、あんまりこうね持ってる感じこうすごいチープだなみたいな感じはしないですね。それでいてこう何、重すぎてちょっとこう持ち運び嫌だなみたいな、ちょっとこれ重いなみたいな感じもあまりしないかなと思います。であとここにね、四角形のこのマークがついてると思うんですけど、これがまあ計測マルチハサミの計測の部分になりまして、まあこのハサミと、まあ、魚ですよね、釣った魚をこう置くじゃないですか、でこのハサミを一緒に置くわけじゃないですか、で、まあ、スマホとかでそのハピソンさんから出てる計測アプリみたいなのがあるんですけど、そのアプリを、起動して、でその魚とこのハサミを同時にカチャッと取るじゃないですか、で取るとそのこの四角形のこの大きさを分析して、で自分でこの尺をねこうやるんですけど、こう魚のサイズを測ることができるみたいな、その写真で魚のこの幅をこう自分でこう調整するんですよね、調整して合わせるときっちりその魚のサイズが測れるっ
という、まあ、計測機能も兼ねているということなんですけども、これ正直言いますと、まだ私これ使ってないんですけど、あんまり評判良くないんですよね。なんか、ちょっと実寸大よりもちっちゃいとか、ズレがやっぱりある。ちゃんとメジャーで測ってるわけじゃないので、やっぱこう、写真のこの引き気味とか、遠かったり近かったりすることで、なんか若干なのか、だいぶ結構誤差があるみたいなので、これはどうだろうな、まあ、目安ぐらいにはいいかもしれないですけど、ちゃんと測る方は、メジャーとかスケールみたいなのをちゃんと置いて、測った方がいいかな。だからもう、おまけ程度の機能とね、捉える分には全然いいと思いますね。まあ、計測機能もついているっていうことですね。で、これ最大の特徴が、やっぱり、分解してあらえるっていうのがね、かなりでっかいですよね。で、分解するとき、ここのネジを外して、ネジ絶対なくさないように、これ予備ないんで、なくすと終わりです。まあ、終わりはしないか。でもね、なくすとかなりまずいですね。これ、今取ったんですけど、こうネジがあることで、この刃の回路がここで止まるようになってるんですよ。ここで止まるようになってるんですけど、これネジないと、もうこの、なんていうんですか、刃がこう抜けるこの回路まで開いちゃうんで、ネジなくすと結構絶望的ですね。まあいいや。とりあえずじゃあ、ネジ外したんで、こうガッと刃を開いて、で分解すると。で、さっきの付属でついてた予備のバネがここですね。これが予備バネで入っていて、まあ、これがこう、劣化していったりすると、まあ、戻りが悪くなったりするんで、まあ、それが悪くなったら、この、あれ、入れ替えねってことですね。だから、このネジは、ネジかバネか、洗うとき、やっぱしっかり洗った方がいいと思いますね。これもステンレスなのかな？多分ステンレスだと思うんですけど、ハサミではあるんですけど、分解することで、ナイフにもなるっていうね。まあ、ただ、ナイフと呼べるのかというと、まあ、ナイフはナイフですけど、そうですね、刃もまあついてるので、まあ、ナイフはナイフ、そうですね、使う分には使えると思いますね。ナイフのような用途でも使えるけども、ちゃんとナイフとして使うんだったら、普通にナイフは使った方がいいと思います。まあ、ちょっとこれでこう、さばいたりとかは難しい気がするな。まあ、パーツも結構あるんで、何ミリ、3ミリぐらいあるのかな。結構やっぱパーツもあるんで。もう刃はね、発酵出しの状態で、意外にまあ、ちゃんと立ってるっていうか、研ぎ出さなくても、このまま使えば使え、するかなって感じです。ただちゃんと、多分研ぐと、ここの刃のついる部分が、デフロン剥げるんで間違いなく。だから上手に解かないと、ちょっと、ぎっちゃぎちゃになっちゃうんですよ。そうだね。切れ味とかはちょっとまだね、でも試してないんですけど、このナイフの状態にした状態、まあ、状態でエラーを取ったりとか、内臓をかき出したりとか、まあ、鱗をバーッと取ったりとかっていうこともできるので、まあ、なんていうんですか、ハサミではできなかったことが、まあ、一応こっちでできるっていう部分では、まあ、そういった機能も、はい、してかかってるのかなと思いますね。まあ、これね、ちょっと私がこれ買った理由っていうのが、まあ、私サップフィッシングというね、まあ、沖で釣りを、まあ、ボードに乗って釣りをするんですけど、海の上って、まあ、魚釣れると血抜きとかもちろんするんですけど、私普段まな板持ち歩かないので、ナイフでまあ締めたりとかもできるんですけど、やっぱちょっとやりにくかったんですよね。でこれハサミだともうナイフ、まな板いらないじゃないですか。もう普通にエラとかも割って取れるし、まあ、血抜きもこれでねビビってできちゃうし、締めるのもね、締めピックここ入ってますんで、ここからね締めピック出せばこれでガチッと締められるし、まあ、強いて言うと神経締めはできないですね。これはあくまで脳天締め用のピックなんで、神経締めは神経締めワイヤーを別で持っていく必要があるんですけど、ただまあこれ1本で今言った、脳締め、血抜きと、あとまあ危険部位の処理、まあ、カサゴとか、まあ、トゲトゲがあって痛いんで取ったりとかね、マゴチとかもそうですし、で、まあ、このナイフもあるんでちょっとこうバッと処理だけしておいて、そしたら持ち帰った時も手間も少なく済むんで、もうこれ1本でそういうのが全部できちゃう、まあ、測量もね、またやろうと思えばできるっていうことで、いろんなこの1本で用途がある、まあ用途として使える
っていうことがあったので、まあ、ぜひこれ手に入れたかったんですよね。まあ、やっと手に入ったんで、まあ、これ絶対現場でちょっとまた使え、使用感をね、また現場で使って、まあ、動画にしようかなと思います。で、まあ、これね、値段がね、私が買った時の値段が税込みで6200円ぐらいしたんですよね。で、まあ、正直ですよ。まあ、その、金額の部分は人それぞれ高い安いやると思うんですけど、まあ、私としてはちょっと勇気がいる金額ではあったかなっていう、まあ言ってもハサミじゃないですか。ハサミ、まあいろんな機能ついてますよ。いろんな機能ついてるけど、ハサミに6000以上か。そんなもんなのかなみたいなところは、最初は思ったんですけど、意外に、まあ、実際こう手に取って持ってみて、この質感とか、この刃の感じ、フッ素加工がされていたりとか、このちょっと重厚感、まあ、チープな感じも一切私は感じないですし、っていうことを考えると、まあでもこれはやっぱこのぐらいの値段はやっぱするかなと思うんですよね。まあもちろん人によってはどうでしょうね、そんなの別にステンレスの剪定バサミでいいんじゃないのとか、私当初もしこれ買えなかったらもう最悪100均とかでキッチンバサミ買ってもそれ持ってくかとかと思ってたんですけど、まあ、それでも、まあ、代用はできなくはないと思うんですよ。まあ言うてハサミなんで、まあ、ステンレスの剪定バサミとか、まあ、もしくは錆びないやつ、まあ、キッチンバサミとかを使えば、まあ、代用できなくはないですけど、まあでもね、一回やっぱこう買って現場でね使ってみる価値は十分にあるのかなと思います。まあ一貫性今品物がなくてですね、僕相当苦労したんですよ。これ上州屋さんどこ出ましても、もううちには入ってくるロットは全部もう予約ではけちゃってくれないですみたいな感じ で私はキャスティングで買ったんですけど、キャスティングにたまたまあって、でもうちょっと取り置いてください、もう今日中に取り行くんでってことで買いましたね。まあちょっとこれまたね、購入検討されてる方とかね、ぜひちょっとお店にあれば手に取って見ていただきたいなと思います。私もねちょっとこれ海の上でまた今度使ったらその使用感のレビュー、まあ、使用感のレビューというかね、本家の津本さんのホームページの方、ホームページじゃないな、 YouTube のチャンネルの方でこの使用感、実際に魚締めたりとか、こういう風に使えるんだよみたいな使用感っていうのは動画にね、すでにあるので、まあ、そちらとか見ていただくといまいちイメージがこうつきやすいんじゃないかなと、はい、思いますね。まあ、ぜひぜひちょっと気になってる方はね、購入してみてもいいんじゃないかなと思いますね。私はもうこれめちゃくちゃ今後使い通すつもりでいるんで、はい、使っていきたいなと思います。はい、というわけでね、まあ今日は、この、究極の血抜きの津本さんとハピソンのコラボ、商品である計測マルチハサミのご紹介をさせていただきました。まあね、ちょっと購入考えてる方とかがいらっしゃれば、まあ、そういった方の、まあ、参考にね、多少なりともなればいいなと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございます。